黄色ランティア。再教育で失ったコストを可及。わかった。今日も頑張りましょう。さあ、行こう。敵対勢力の反応を感知しました。敵対勢力を殲滅してください。敵は何？まもなく快適します。接近中、間もなく退敵します。
友軍快適、戦闘が始まっています。至急応援に向かってください。友軍がドラクラを仕掛けています。援護行動を提案します。敵アフラクター一時的に動くか、追撃を提案します。まだいけるでしょ。感謝する。突撃します。ぶん殴る。狙われてる。増大、注意してください。
所持弾数残りわずかです。周囲のアーロボックスからの補給を提案します。敵アタッカー人的に出てきた追撃を提案します。行きます。敵アタッカーを撃破しました。やったです。さすが索敵開始。どこだろう。敵は何。中間もなく回避します。トン間もなく帰ってきます。キール付け戦闘開始です。引きます。敵発見。速やかに排除してください。現在ダメージにより修復完了しました。ボランティアに復帰します。蘇生しました。ボランティアに復帰してください。了解。はい、分かった。狙われてる。こいつ。
だいけるでしょ。
つか。追撃を提案します。敵役だった。一時的に入力か。追撃を提案します。敵アブラクター損壊率 70%。 あと少しで撃破できます。敵アブラクター攻撃性増大、注意してください。敵アブラクター一時的に無力化。追撃を提案します。私が狙ったって。ボランティアも成功しました。保証局管理部へ報告します。乗り切ったね。資源や戦闘用アイテムを生産局へ納品することで、より多く御社が受けられます。戻ってきたな。お前に少し聞きたいことがあるんだ。後でガソリンまで来てくれないか。PT の中ではちょっとな。じゃあな、なるべく早く来いよ。ノーグ PT に救援へ向かった時のことを少し思い出してほしいんだ。移動中に何かおかしなことはなかったか？誰かに見られているような気配があったとか、後をつけられている気がしたとか。なるほどな。となると、やはり作戦前から情報が漏れていたと考えるべきか。親父、どういうことだ？お前たちが今回利用したという救援ルートは極秘のルートだったらしいんだ。往来 PT からの妨害を避けるためのな。だが実際には待ち伏せされ、結果的に俺たちはノーグ PT を失うことになった。身内にスパイがいると言いたいのか？いや、材料が出揃っていない。それは可能性の一つでしかない。
お前たちに言っておく。みんなを不安にさせるような行動は取るな。今日はそれだけ伝えておきたかった。呼び立てて悪かったな。今日はもう独房へ戻って休むといい。おい、いくつか質問に答えてもらおう。第二階層で侵入禁止だったセルガーデン、その件について私に隠していることはないか。言っておくが、黙秘の権利は認めんぞ。その沈黙をどういう意味に受け取ればいいのだ。貴様がそのつもりならいいだろう。分かっている。貴様一人ではそんな小細工は不可能だ。協力者がいるな。おそらくはシビリアン、技術者だ。技術者ならば中枢のシステムにアクセスすることも可能かもしれん。私はそういう人間を探してるんだ。貴様、何か知っているだろう。あくまでしらを切るか。まあお前らしくはあるな。いいだろう。安全保障局ボランティア管理部より通達です。現在通常よりパノプティコンへの貢献度が高く、より多くの恩赦を受けることが可能な参加任意のボランティアを発行中である。ただしこれらのボランティアには不確定な要因が多い。事前に安全保障局情報部からもたらされた情報を、何度が実際の状況と異なる可能性がある。それを理解した上で参加を希望する者は随時ボランティアを申請せよ。以上です。先ほどトナビトエルフリーで坂本カブレラより連絡がありました。ガソリンで待っているとのことです。外出する場合は外出許可申請を提出してください。一刻も早く社会不適合者を脱却し、資源価値を証明すること。申請が受理されました。